ノシジン高校に専任生徒がいて、大抵の人がスポーツと部活をやります。ノシジン高校ではスポーツはとても大事なものです。たくさん生徒がスポーツの試合に行きます。たくさん生徒がスポーツをやって、たくさんスポーツがあります。女の子のスポーツはサッカー、クロスカントリー、水泳、バスケットボールとソフトボールをやります。私の高校はサッカーと水泳とバスケットボールが強いです。サッカーはオレゴン州の準決勝に行って負けました。水泳は学院で優勝しました。バスケットボールのチームは準優勝です。高校生にとってスポーツはとても大事な生活の一部です。この学校はたくさんのクラブがあります。デベートクラブ、キークラブ、アニメクラブ、アーチャリークラブ、ラクロスと日本語のクラブなどがあります。デベートは大会がたくさんがある。なかなか政治のことを話します。キークラブはたくさんのボランティアの時間をします。アニメクラブはアニメを描きます。アーチャリークラブはいろんなところで大会をやります。約20人がラクロスをしています。とてもワクワクするスポーツです。日本語クラブでアジアのセレブレーションでボランティアをします。学校にとってこういうクラブが本当に大切で、生徒たちが本当に気に入っています。男の子の大事なスポーツはバスケットボールとアメフトと野球です。ノースユージン高校のバスケットボールと野球チームはとても強いです。去年、バスケットボールチームは負けていません。そして、野球チームはリーグで準優勝しました。アメフトチームはちょっと不調です。ノースのアメフトチームは試合に全部負けています。アメリカでスポーツはとても大事なものです。全部の高校がスポーツをやります。日本でどんなスポーツをやりますか？